テニスの質問にコメントにお答えします。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ今回ですね、はい、視聴者の方のご要望によりご意見により、まあコーチね、こういう質問に答えてったらどうですか、まあ、いわゆるコメント欄にいただいたですね、テニスの質問ね、素朴な疑問についてお話ししていきたいと思います。まあ結構テニスコーチ歴が長くなってくるとね、どうしてもね、こう指導者側からのこう見解になってしまいますので、まあそういうのも払拭してですね、より多くの方にですね、ちょっとでもテニスを楽しんでいただいて、テニスをこう生きがいにですね、人生の生きがいの一部にしていただきたいと思って、はい、答えさせていただきます。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録ですね、1万人目指します。応援いただいている皆様、いつもありがとうございます。では行きましょう。はい、くさー、どっちから。サーブ、上半身の使い方、パ参考。これな、名前がなんで出てこない、高いところで取れない悩みがずっとありました。すごく参考になりました。ありがとうございます。あのサーブ上半身で、僕はこういうやつですね、これね、非常に嬉しいんですよ。まあ、再生回数そこまでだったんですけど、結構自分が本当に思うことで、レッスン中でこう話をしている、自分が伝えたいと思っていることに対して一番最新なものをこう等身大で上げましたので、まあ、これを評価されるのすごい嬉しいですね。結局サーブってね、当たる瞬間が大事で、で、そのためにこの体の部分はこう使って、こういう順序で、いわゆる優先順位をこうつけていくことですね、サーブ苦手な方も得意になっていくと。弱点ではなくなるっていったお話でした。はい。まあだからサーブですね。サーブはね、一番上達すぐにできると思う。自分のペースで打てるし、ストロークとかボレーって相手もありきじゃないですか。まあ、練習するのも相手ありきだけど、まあ、スリングあるバックでね、練習してもいいと思うんですけど、でもずっと同じところじゃないですか。でも相手が打ったボールっていうのをね、ただサーバーも唯一自分がひたすら練習できるものになってます。はい。うちの福地 D も練習してますね、今ね。はい。たま僕、女性なら僕と変わんないんじゃないかなと思って、僕より強いんじゃないかなと思って。はい。やられる日々でございます。はい。次行きましょう。ヘッド、ラジカル、MP、各チーム。とても分かりやすいインプレありがとうございます。もう結構初期の頃はディスられてたんですけどね、こう言われると、まあまあ、ちょっとね、恋にさせていただいてる某有名チャンネルの方がいらっしゃるんですけど、そこと比較して、いやいや、もうそこはもうね、ってちゃんとやられてるし、ね、そこの店長さんも知識豊富だし、もうリスペクトしてますから、むしろそこと比べること自体が僕はおこがましいと思って、もう等身大で、忖度なしに、どことの癒着もないのでね、まあまあ、そういうのでこうやって褒めていただけると嬉しいですね。私は V コア100、2018を使用しているのですが、ラジカルが好きで、前作とトライしてきました。しかし、技術が足りないと私のスイングに合っていないのか、ふけてすっ飛んでいき、コントロール難しい場面がよくあり、結局 V コアに戻してしまっています。はい。私もまさしく、これでした。ラジカル好きだったんですよね。かっこいい選手みんな使ったしね。全然合わなかったんですけどね。前作くらいがちょっとね、僕は良くなってきたんですが、ね、しか、今回のチームは100人一という言葉にしっかり掴んでくれるので、と期待しているのが V コアとこちらを比べてみていかがでしょうかっていうのでですね、ヘッドスピードを加速させて、ボールを潰していきたいのであれば、絶対このチームの方がいいと思います。100人を感じないですね。はい。それこそ相方 A と、打ってるんですけど、まあ、もちろんね、オフトークっていうか、打ち終わった後もね、いや、このラケットねえよな、とか、いや、このラケット実はいいよね、とか、ね、こういうラケットするとこれいいな、って話するんですけど、まさしく、これ相方へと、これ、MP よりチームの方が今回革新的じゃないっていう話になって、で、結構ね、V コアユーザーの、これ女性の方とかでも、はい、使われてます。だから、しっかりボール潰していきたい。で、V コアだと、ちょっとすっ飛んじゃうなって感じは、ここの加速はうまくいくと思いますんで、はい。ただ気をつけていただきたいのは、ラケット軽く分なるだけ、まあ、テイクバックとか意識する、もう前でしばくような感じで、ここだけを、ここ本当に、ここだけをサーブを、意識してあげると、いいんではないかと思うんで、ぜひですね、チーム、よかったら使ってみてください。はい。僕は結構好きです。今自分も変えようかと、迷っております。はい。次行きましょう。はい。ありがとうございます。E ゾーン100と V コアプロ100持ってます。V コアプロの方が自分のイメージ通り弾道で球が飛ぶので使って楽しいです。
また調子のいい時は早いテンポで攻め切れる V コアプロの方が良いと思ってます。それでも E ゾーンの方が楽に飛ぶかつしっかり収まるので安定感あるし、総合的に確実に強いです。ただイメージより弾道が高くなり打ってて違和感があります。 E ゾーンの方が比較的余裕を持ちプレーできるので練習は質は少し高いと思っていますが、最終的には V コアプロを使いこなしたいと思います。加藤浩司だったらこの状況でどっちメインラケットにしますか？スクール中級薄グリラケット系です。なるほど、これ分かりやすいですね。薄グリフラット系でっていうのはもう V コアプロはまさしくいいと思います。それで攻めていくんだったら V コアプロでいいと思いますし、まあ、逆にもうプロを使いたいってなっていったんだったら、まあ、難しいですね。このままのプレースタイルで強くガツンといきたいのであれば、僕は個人的にですよ、V コアプロを2本持ちにしていった方が良いかなと思いますね。あんまこう、まあ、ただ、まあ、今の打ち方をね、ちょっとしていきたい。高いフラット系の弾道で上がってスピン、だからフラット系の弾道かと思って高く上がってアウトするとか、グイってコートに収めたいという場合は、E ゾーンのね、スロットの流線型の部分があるので、ここから加速しますよね。で加速の感覚を覚えるために E ゾーンをセカンドラケットとして使うのはいいと思うんですけど、最終的には V コアプロ2本持ちをこう目指していっても、良いと思いますね。V コアプロも全く新しくなるのかな、わかんないですけど。はい、そういう感じですね。ただ、フラット系だっていうのでね、別にそんなに高い球いらないんであれば、V コアプロでもいいと思います。あとは、まあ、ストリングの、組み合わせでも変わってくるので、もしよかったら、ぜひですね。はい、トライしてみてください。ありがとうございます。はい、現在中上級クラスに在籍しているおじさんですが、僕もおじさんです。ガットの張り替え時期になり、今回初めてハイブリッドに挑戦しようかと考えています。加藤コーチのおすすめを参考にして、バボラ RPM ブラスト、タッチ VS を貼ろうかと思ってましたが、知人からゴーセン G スピン3 AK プロもいいよと勧められています。ラケットと相性はあるかと思いますが、ちなみにラケットはランロップの SX300 です。後者の評価はいかがでしょうか。僕ね、ごめんなさい。まあ、いや、すいませんね。ね。いや、ゴーセンのラグガットはね、すごくいいと思います。AK プロ、実は3、あと、テックガット、ミクロスーパー。ここら辺はいいと思うんですよ。ただね、ゴーセンなんか、ハリビトビジネスをしてた時に、すげえなんかどうやってた感じがあったんで、全員じゃないですよ。それはもちろんちゃんとしたテクニックもありますしね。あとはなんか、ゴーセンの検定受ける時って、なんか絶対評価じゃなくて総合評価っていう話を噂で聞いてたので、例えば10人受け、例えばね、1人いるところで1人受けたら、まあ、1人受かる確率は高いんですけど、10人いるところで1人受けた場合は、その日、1人2人ぐらいしか選ばれないっていう話を聞いた時に、いやそしたらなんかじゃあすごいレベルの高い人揃っててね、その高い人が落とされて低い人がっていう、そのシステマティックなやつとか更新とかする、そのアメリカンビジネスに乗っかってる感じがあんま好きじゃないかなっていうだけで、ガットはいいと思います。でごめんなさい、話はまた脱線しましたね。これ縦が始めに来るね、バボラ、そうですね、ガットが今は何を貼られてるかも大事なんですけど、あんまり切れないのであれば、僕は縦に、まあ、どっちを貼るにしても、タッチ VS、AK Pro 17を、ナイロンを貼ってた方が、縦にポリ貼るのがちょっと僕にはあんまり理解が、ハイブリッドするときね、できないので、だったら普通に全面ポリの方がいいんじゃないかな、と思うので、はい。で、まあ、縦がバチバチ切れる方は、むしろ全面ポリにした方がいいかなと思うんで、これは変えるとしたらどっちでもいいと思うんですけど、縦に、ナイロンもしくはナチュラルを持ってこられると、いいと思います。で、まあ値段もね、違ってくるんで、だから、なんだっけ、うちの店長は縦に AK プロ、なんとか忘れた、AK プロの、コントロールじゃない、AK プロのもう一個、なんか、しっかりしたバージョンのやつで横にポリを貼ってるんですけど、まあ理由はポリだとすぐに打感悪くなるから、これだったらレッスンしててもこの落ちるのがねちょっと弱くなるっていう、あ横にハイパー G 貼ってて縦に AK プロなんだっけ、すいませんもうゾワソリしちゃいました、 AK プロの1個上のグレードのやつです。
で縦に行けプロのグレードがあって横にあれ張ってもう悪くはないと思います。まあだからインドアのテニスがメインだったらそんなに湿気とかも気にしなくていいんで、僕は一回ね VS ちょっとねお値段張りますけど、うちで張れば5500円です。で、縦にナチュラル、横にポリを張っていった方がいいと思います。で、ナチュラルの感覚をつかむと、すごくテニス上達すると思いますんで、まあ、日本持ちだったらね、両方試してみてもいいんですけど、まあ僕個人的には、初めてでちょっと試すので、ナチュラルの感覚、ナチュラルと縦ナチュラル、横ポリの感覚を感じていただきたいなっていうのは正直なところですかね。でもまあそれでもコスパの概念とか外でプレイするのが多くなるんだったら縦に AK プロの17で横の、はい、合成の G スピン3でもいいのかなと思います。はい、いかがでしょうか。はい、最後の2ついきましょうか。これ結構前に上げたやつね。スライスサーブの打ち方基礎編超分解して返す。これ昔上げた動画が評価されるのすごい嬉しいんですよ。基本的にベースの考えは変わってないので、あの当時これを一番伝えたかったってね、のが、はい、まだ古くなってないです、情報的には。はい、なかなかスライスサーブのつもりが回転かからなかったが、最後の説明になった。最後まで見ていただけて本当にありがたいですよね。ありがとうございます。エッジを当てる方法を試してみたいと思います。ありがとうございました。はい。これね、よかったら見てください。すごく、僕の中で、はい、当時の知識を結集してあげさせていただいたので、はい、ちょっとねこだわりすぎてごちゃ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 画面してるんですけどね、はい、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、調子が悪いそんな時はリーさんありがとうございます。私は10年愛用してたキティちゃんの振動止めを普段のやつに変え、普通のやつに変えました。振動止めなんて個性のためにつけてたけど、なんだか振動が気になって新しくしてみました。僕は個人的には、クエイクバスターが好きです。値段張るだけそれだけ同じの、はい、クオリティあります。調子上がったかわかりません。しかしガット交換が私も一番手っ取り早いと思います。その通りでございます。スランプね、それもテンションを少し下げることをお勧めします。腕に負担のないラケット作りをするのは本人とストリンガーの意思疎通です。もうその通りですね。リュウさんもある程度張れるようになってこっちでガット張りしてくんねえかな。はい、すいません、調子乗りました。ガット交換を場面することによってテニス肘を抑えることができる。おっしゃる通りです。私は自分で貼るようになりました。切れないからといってずっと使っていると気持ち悪くなりませんかと、おっしゃる通りでございます。というので、まあ、ここで一言ですね、僕の個人の意見を補足させていただきたいとすると、まあ、あとはその、ガット貼った後のその、貼り替えた時にね、削れてるかどうかでテンションを下げるか上げるかっていうのを、いいと思います。例えば、削れてるのであれば、ちょっと、個人的にです。ちょっと下げてもいいと思うんですけど、削れてないのであれば、ああ、でも難しいか。その人のテニス見ないと分かんないから。そうですね。ちゃんとスイングできている上で、ヘッドが加速している上で、削れているのが早いのであれば、ああ、ちょっとラケット、テンションを固めにしてもいいと思いますし、ある程度削れてなくて全然だっていうのはちょっとテンション下げてみてもいいと思いますね。で、それでダメだったらガットの種類を変えるっていうのも、良いと思いますね。よろしければ、参考にしてみてください。いやー、いろいろとコメントね、ありがとうございます。もう本当に、楽しく真剣にさせていただきます。まあ正直ね、まあなんか、二日に一回でもいいんじゃないかなと思いつつもですね、こうやってコメントいただけるんで、自信になって頑張ります。だから僕の中ではレッスン同様気合い入れてやってますんでね、キャラは若干違うかもしれませんが、よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。